皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、毎週やらせておりますコナスキンスパイファミリーの感想動画という、今回は、昨日深夜放送になりました第15話、2クルメ入ってから第3話ですね、こちらの小説してる感想、一切その他の感想を、いつもらしてましてこの間ありで話していきたいと思います。ちなみにですね、この作品は僕自身原作でという子、原作ファンという子でやらせていただいておりますというところで、今回皆さん無事録画できたでしょうか。まあ、前回、ね、録画失敗っていうのはトレンドに入ったりというところで、まあ、なかなか大変なことになってたわけで、大変なことというかね、悲しい時代になってたわけですが、今回ね、通常通り放送がされまして、15話という中で、まずですね、ネタバラシの感想、結論から入っていきたいと思います。今回、スパイファミリー15話、ぶっちゃけですね、めちゃくちゃ良かったっすね。いやー、もう泣きましたし、もう笑ったし、でやっぱ全キャラの魅力がもうめちゃくちゃ出てた回だったなっていうのをね、思いました。いや、非常に面白かったですね。まあ、2クル目絶対この3話までは面白いっていうのはもう元々確信を持ってた中で、やっぱアニメーションのクオリティも非常にも高いですし、やっぱアネちゃんの可愛さとか、まあ、声優さんの演技力、まあアネちゃんの演技もそうだし、谷崎さんね、だし、皆さんめちゃくちゃ上手くて、で夜さんもやっぱめっちゃおもろいねとか思いながら、かっこいいキャラめちゃくちゃかっこいいしっていう中で、すごいやっぱあったかいも感じるし、この作品ってやっぱ改めていろんなキャラのバックグラウンドっていうのが、まあ、かなり辛いじゃないですか。まあ、やっぱ厳しいものがあるからこその重みとか面白さとかあったかさっていうのをより感じるなっていうのはすごい今回の15話見てて感じました。いやー、素晴らしかったし、うん、構成というか、まあ、原作また2話分というところでね、今回はまあ原作4巻が終わったというところでしたけれども、まあ、すごく丁寧にやりつつ、まあ、面白さも出しつつ素晴らしかったと思いました。はい。で、今回ね、またキャラクターも久しぶりのキャラをね、久しぶりというね、感じで出てきたりもね、しました。そういう面でもまたね、盛り上がったのかなっていうのは思います。はい。で、気になったのがね、ツイッターのトレンドとか入ってなくて、あれ?と思ってね、やっぱ2クル目はなんか1クル目に比べたら、まあ、盛り上がらんのは普通で、これは全然ね、それ続けば続こう、だんだん盛り上がり落ちるっていうのは、まあ、大抵のパターンで、鬼滅みたいになんかその、ナタグモ山とか、18話とかで、ぐーって盛り上がるっていうのは、本当の神回が来ないってやっぱ盛り上がらんですけど、まあ、スパイファミリーならかなりの神回だったと思うんですよね。なんか僕すごいすごいな気になってて、いや、これで盛り上がらんのはおかしいでって思ってるんですけどね。どうなんだろうね。2クル目になってて、見てる人が減ってるとは到底思えないし、まあ、前回の録画失敗のね、影響でまさかの離脱者が多発したのかもしれない。結構コメントでもね、録画私も失敗しましたね。僕もなんか録画、そう。先週僕が録画できましたとか言ってたじゃないですか。見ましたら8分しか映ってませんでした。録画できてないやんって。私も録画失敗しました。大変、完全に嘘をつきました。すいませんでした。はい。というところでね。僕は配信でも見てるし、で、なんかもう一つだし、たまたまなんか録画入れてて、それで、なんか再放送もやってましたよね。再放送の分かな、入れてて。そう、録画は、まあ、結局できてはいたん、できたっていうか、そこはできてなかったんだけど、違うわけではできたんですが、そう、あれは無理ですね。録画機能じゃもう不可能な領域だったみたい。はい。その影響なのか何なのかっていう感じはしますけれども、そう、アーニャちゃんとか、アーニャとかはね、トレンド入ってたんですよね。スパイファミリーが入ってたのが僕すごい謎だったんですけど、そう、まあ、とはいえ原作もめちゃくちゃ売れてますし、まあ、今期派遣候補、まあ、争い、トップに確実にこうね、加わってくるのは間違いないというとは思います。海外人気もそうだし、国内もそうだし、まあ、シェンソーか、スパイかというのはね、まあ、元々の構図としてあるのかなってのは思いますけれども、うん、なんかね、ここで盛り上がりが落ちる話は全くないんで、そう、なんかこれ、ね、話がさ、あんまつまらんかったら別にいいんですよ。おもろいなぐらいだったらいいんですけど、めっちゃおもろいやん、だって。で、オープニングとエンディングもすごい良くて、で、これなんかエンディングのさ、もう頭からもう永遠に離れなくなってるんですけど、エンディングなんかすごい好きになってきて、山さんね、っていうのもそうだし、もうオープニングやっぱめちゃくちゃいいですし、僕ね、結構ワンクルメで比較してワンクルメいいっていう人もいるんですけど、僕はやっぱ2クルメの方が総合的には好きかなって感じはしてます、ほんと。クオリティがマジ鳥肌ないよね。っていうのはしてます。話もやっぱめちゃくちゃ面白かったですね。で、次回も、まあ、原作の時系列変えてくるかもしんないという話もありましたけど、まあ、時系列通りかなっていうところで、ね、まあ、次は出てこないけど、もうすぐ新キャラ出てくるんですけど、そこのシーンがめっちゃおもろいんで、原作で。もう大爆笑みたいな感じなんで、ちょっとここをすごいアニメで見たらどうなんだろうなっていうのはすごい楽しみですけども。まあ、人知り結構いいエピソードやってんのかな。この序盤がやっぱ1から3話がやっぱすごいね、いいエピソードっていうし、まあ、基本的にはもうものすごく安定してて、どの話ももっと面白いんで、外れは全くない作品だと思ってますんで、うん、まあ、2クル目もね、楽しみだし、まあ、この作品ずっと多分続編もね、
まあ、原作完結するまで多分アニメも完結までやるんじゃないかなと思ってますけれどもね、引き続き、楽しんで、いきたいなと思います。原作ねやっぱめちゃくちゃ売れてましたね。はい、そういう面でも、まあ、これはもう人気爆発も何ももう人気爆発してるよねって感じなんですけど、まあ、もっともっと盛り上がっていくとね、なんかそこは嬉しいのかなっていう感じは、しました。はい、ということでネタバラシの感想を以上しました。これでもありの感想で話していきたいと思います。ぜひ、15話見ていただいてから見ていきますと嬉しいですというところでネタバラの感想を入っていきたいと思いますが、ネタバラの感想としてはもう今回で、まあ、ついに、テロリスト編、まあ、1から3話の、構成で行われたこの、パートが終わりというところで、まあ、前回やっぱね結構見られた方の中で3話構成なのこの作品がって、もうこんなないですよ、多分これぐらいしかないんじゃないかなエピソード的には、うん、っていう中で、僕自身も原作読んでる時びっくりしたんですけど、やっぱそれに至る話だと思いましたし、今回で言ったらやっぱり、まあ、アンちゃんの可愛さとか、まあ、夜さんの面白さとかね、人外なところ車吹き飛ばしててさ、もうじゃあ原作でもやばいんだけど、アニメで見るとさ、やばすぎこの人みたいな。で、なんかめっちゃ平然としてるよね。しかも、アーニャさんとか言ってさ、みたいな。夜さん の丁寧語がまた面白くて、なんかすごいアニメだとハマってんなって感じが、してましたが、うん。まあ、それもそうだし、まあ、お犬さんがね、まあ、ついに家族になる。まあ、ついに家族が揃うというところで、やっぱね、すっげえ最強の家族だなっていうか、なんかあったけんすよね。そんな中で、まあ、黄昏がね、まあ、最後まで面倒を見るみたいな話を、その犬の、ね、アーニャちゃんに言った犬の話に重ねて、自分はどうなんだっていうのをしていくんだけど、ここはやっぱすごい胸を打たれるというか、まあ、やっぱ辛いとこでもあるし、この家族ってその任務終わっちゃったら解散しちゃうのかって、離れ離れになっちゃうのとか思ったりもしたし、その中でやっぱこの家族のあったかさ、もう仮初めなんだけど、やっぱ本物じゃあもう見てる限りで、その辺またボンド君、まあ加わっちゃうやっぱ良かったよ、ボンド君ね加わって、また一層面白くなってね、ボンドがまたあれなんか追いかけなかったりとか、そういう面でもちょっとなんかコミカルなんだよな、それはそれで面白くて、うん、最後寝てるところにね締めるわけですけども、まあ最高ですね、幸せだし。でダミアン君とかね、ベッキーとかも久しぶりに出てきまして、うん、ダミアン君がやっぱいい子なんよね、そう。いやあそこもやっぱすごい面白かったですし、ダニアン君のお付きの人とかみんななんか頬をあからめてるとことか、あそこも面白かったし、で結局犬の名前も決めてないというかね、もう失格だみたいな、あそこのオチもすごい良かったね。でベッキーちゃんのところの話も面白かったし、スターライトブーム去ったのかとか言ってさベッキーに関しても変に達観してるとかあって、またそれはそれで面白いんですけどね。はい、まあ、アイちゃんの周りの話もすごい面白かったし、やっぱ黄昏のところとか、まあ、ハンドラのところもそうですけど、やっぱバックグラウンドでものすごいやっぱ辛い過去を持ってる分、やっぱ人一倍そこにかける平和に対する思いっていうのもすごいし、なんかものすごい刺さるというか、アイちゃんの犬をねこれいいよっていう許可するシーンとかもめちゃくちゃ良くて、で黄昏とさハンドルの話ですから絶対バレとるやんみたいなまあアヤちゃんにはほとんどバレてんだけど、ヨルさんも鈍感だからバンバン結局バレないんだろうけど、まあねコナンみたいな、あんな麻酔銃で撃って目の前で推理してもバレんぐらいですから、まあバレんで世界線はあるんだろうと思うんですけどあれちょっと面白かったね、はい、っていうとこで、いやすごいね良かったです。はい、ほんと各キャラの魅力っていうのはすごい出たし、テロリストね、無事ね、そこを解決した後の黄昏の疲れ具合と夜さんとあやちゃんの浮かれ具合みたいな、また面白かったし、うん、でまあついね1話で出てたボンド、まあ、前回のあれかもワンクルームの引きで出てたかな、ボンドの家族迎え入れられる映像とね現実のものとなって、やっぱすげえあったかさがねすごかったね、うん、っていうのを思ったし、冒頭で言ったらキースがねそうまだね信じてるとこがすげえ面白かったんですけど、そういやそれ絶対さおじいちゃんじゃないでしょっていう、うん、っていうところで、そう大臣がねそう永遠にさ大臣の子大臣やべえみたいな思ってて、最初すごい面白かったんですけど、あそこもすごい面白かったし、うん、っていうところだし、でそうか、そのボンドもやっぱ辛い過去というかね、メールと実験一目に合わされた中でやっぱこうやってあったかいところに迎えられるみたいな、あそこもやっぱすごいなんか良くて、うわーよかったねボンドって、なんかすごいそうこっちまでなんか嬉しくなるというかね、そうよかった、面白かったなと思いました。はい、というところで、うん、でもなんかそれぞれのやっぱ過去とかに重ねていく描写が今回すごいうまかったし、また家族として、まあ、常に揃うわけですけれども、ここのやっぱ描写がすごいあったかった
まあ夜さんも面白かったし、アナちゃんの可愛さ、まあ、黄昏、まあ、それぞれの覚悟とかハンドラの魅力、本当全キャラの魅力が爆発してた素晴らしい回だったんじゃないかなと思いました。やっぱアニメーションのクオリティもねめちゃくちゃ高かったなというところで、まあ、3話構成の中でも、もう締めもう完璧だったんじゃないかなと思いました。はい、さすがですね、本当にね。ということで今回のスパイファミリー、第15話の、感想動画は以上としたいと思います。このご視聴いただきありがとうございました。もう本当ね、もう安定しまくってる上で、やっぱ今回も一番良かったかな。もう泣きましたし、めちゃくちゃ面白かったし、なんか意外と盛り上がってない感じがちょっと僕はなんか残念なんですけれどもね。まあとはいえ、まあやっぱこの作品本当安定してますし、まあ人気もめちゃくちゃあるんでね。そこはまあ、疑いの余地はないのかなというところで。引き続きね、16話以降も、まあちょっと新キャラの登場がすでに楽しみなんですが、まだ出てこないかな、多分次回はね。まあ、次回はまた面白いぐらいなんですけど、はい。楽しみに。見ていきたいなと思います。で、原作もね、また熱いんですよね。そう、ジャンプラの方もすごい熱いから、そういう面でもスパイファミリーが今すごい盛り上がってるのかなと思いますね。アニメ原作ともに僕自身も楽しんでいきたいし、気になったらね、原作も読んでみていただけると。まあでもやっぱ基本的にはね、原作をさらに高いレベルに上げたのがやっぱアニメかなっていうのは思いますよ。笑いのシーンとかすごい強いね、やっぱアニメで見るとね。やっぱ声優の演技力がやっぱすごいんで、そういう面でもね、まあ本当、ものすごいクオリティでやってくれて、もう感謝しかないと。いうところでございます。はい、ということで以上としております。ここまでご視聴いただきありがとうございました。まあね、来週以降も引き続きこの感想動画も並びに同時視聴やっていくようで、それ以外もね本日どんどん動画上げてます。ぜひねこれを機にチャンネル登録高評価もしてくださったら嬉しいです。まだですね、今回見られたらぜひね感想なんかもコメントいただけますと嬉しいです。ということで以上としたいと思います。ここまで見ていただき本当ご視聴いただきありがとうございました。